皆さん、こんばんは、ティンダーのミラクルボーイ。将棋は大嫌いなキングタクです。歩はですね、まっすぐしか書けない一歩ずつで、はい。これね、弱いです。強者っていうのはね、槍ですね、槍。はい。これ、サイドですね、はい。サイド動かせます。ただし、駒を飛び越えたらあかんです。桂馬はね、斜めにしか行けない、右、左の斜め、はい。トリッキーです、トリッキー。銀将の場合は、ジングザグに動きます。まっすぐだったり斜めだったりジングザグ、後ろ横は動けません。ただしあとは金将はですね、どこでも可能でございます。これはね、どこでもいいんです。角の場合はもう斜めにどこまでも行けるんです。飛び越える。飛車はね、飛ぶんです。まっすぐ飛ぶんです。王将、玉将っていうのはね、どこでも行きます。接戦に近いです。王手になれば負けです。なるっていうのは、侵入してなるは、とか、色してなる、出た時になる、元には戻れない。これが何方のルール。まあ、詳細は今度。大変なもんでございます。まあ、慣れない駒も中にあるので、ご注意を。はい。まあ、歩の読み方はいろいろあるけども、ちょっと、あまり飛ばします。手合い割りというのはね、1級差は下手が先手、2級差、10級差まであります。大変なもんです。ルールはルール、難しいもんでございます。はい。先手の決め方いろいろありますね。はい。あとはまあ、引き分けの場合は自称2という場合あります。入局、まあ侵入した状態、例えば、はい、引き分けの場合もございます。はい。まあ、反則行為、確か2歩とか、打ち歩詰め、あとは動けない駒を打つ、初歩的な反則、そしてマナーを守るなど、待ったなしです。ただし、はい。相撲と同じだと思ってください。というわけで、将棋の、駒とルールでした。バイバイ。